をべしっかり板を絡ませて解放させてあげるってことね。ここにもう本当に重きを置いてあげて、細かいこの形とかっていうのは気にしなくていいから、とにかくフォトスキーをカーモフリーを解放させてゼロにならないと次のフォトスキーへの、はい、はい、危ない危ない危ない、はい、大気ほん、始まってますよ。スーラー高橋がスタートします。